羽生ュー選手のナレーションで感動。サツドラフェス2024東和薬品ブース潜入。サツドラフェス2024に足を運んだ日、イベント会場は色とりどりのブースで溢れ返り、どこも大盛況でした。特に印象に残ったのは東和薬品のブースです。私たちが日頃目にする薬の背後には、 どれほどの努力と情熱が注がれているのかを実感させる体験が用意されていました。当和薬品のブースでは、羽生ゆず選手のナレーションが心地よく響き、彼の声に導かれるように自然と足がブースに向かいました。羽生選手のファンとしては、彼の声を聞きながらブースを巡るというのは、なんとも贅沢なひとときでした。羽生ゆず選手は、 東和薬品のブースでのナレーションの中で、同社の取り組みについても触れ、患者や医療関係者にとって扱いやすい薬を目指し、研究開発から品質管理までのすべての工程でより良い薬を追求している、と語っていました。この言葉を聞くと、東和薬品が単なる製薬企業ではなく、人々の生活をより良くするために常に努力を重ねていることが伝わってきます。 特に印象的だったのは認知機能セルフチェッカーの体験です。年齢を重ねるにつれて誰もが気になるのが自分の認知機能の状態。これをセルフチェックできるというのはブースに訪れた多くの人々にとって新たな発見の場となっていました。このセルフチェックはタブレットを使って簡単に行えるもので、 質問に答えていくうちに自分の認知機能の現状が明らかになっていきます。実際に私も体験してみたのですが、思った以上に簡単でありながらも、結果には驚かされることばかりでした。普段何気なく過ごしていると気づかない自分の状態を、こうして数字やグラフで示されると、一気に現実味が増します。 このようなセルフチェックができる機会は日常生活ではなかなか得られないため多くの人々が熱心に取り組んでいました。また、東和薬品のブースでは同社が行っている様々な取り組みについても詳しく紹介されていました。薬を作るだけでなくその背後にある品質管理や物流、情報提供までの全てのプロセスにおいて 常に高みを目指しているという説明には驚かされました。これは単なる企業活動ではなく、私たちが健康で豊かな生活を送るための基盤を支えているのだと実感させられます。特に薬の飲みやすさや扱いやすさを追求している点は、患者にとっての大きな安心感につながります。羽生譲弦選手もより良い薬を目指し、 常に高みを目指し続ける東和薬品です。という言葉で締めくくっていましたが、この一言には企業の情熱と信念が詰まっていると感じました。彼のナレーションを通して、東和薬品が目指す未来がより身近に感じられ、参加者にとっても特別な体験となったことでしょう。ブースを訪れた人々が、その熱意と姿勢に触れ、どれだけ感銘を受けたかは、 会場の熱気からも十分に伝わってきました。さらに興味深かったのは、東和薬品が未来の医療に向けてどのような挑戦をしているのかという点です。近年、医療の進化とともに、個々の患者に合わせたオーダーメイド医療が注目されていますが、東和薬品もその流れに乗って、個々のニーズに応える薬の開発に力を入れています。これは、 単に薬の効果を高めるだけでなく、副作用の軽減や投薬方法の改善など、様々な視点から患者の生活の質を向上させる試みです。ブースでの展示を通じて、これからの医療がどのように変わっていくのかを垣間見ることができ、来場者たちは新たな希望を抱いたに違いありません。会場全体が一体となって盛り上がりを見せていたサツドラフェスでしたが、 東和薬品のブースは、その中でも、ひときわ輝いていました。羽生譲弦選手のナレーションを通して紹介されることで、制約という少し硬いイメージが和らぎ、誰もが親しみやすく、関心を持ちやすい内容になっていたことが印象的です。このように、イベントを通じて企業の取り組みを身近に感じ、実際に体験することで、その価値を再認識することができるのは、 サツドラフェスの大きな魅力の一つと言えるでしょう。当和薬品のブースで体験した認知機能セルフチェックや薬の製造工程の紹介を通じて来場者は健康とは何かについて改めて考えるきっかけを得ました。私たちの日常生活の中で薬の存在はとても身近ですが、その背後には数えきれないほどの努力と技術革新が詰まっています。 それを感じ取ることができた今回のイベントは、私にとっても非常に有意義なものとなりました。羽生譲選手の穏やかな声に包まれながら、東和薬品のブースを巡る時間は、単なる製品紹介の枠を超えていました。それはまるで、企業と来場者が一緒に未来の医療について考え、共有する場所になっていたようです。サツドラフェス2024を通じて、 東和薬品が目指す未来に向けた取り組みの数々を知ることができ、私たちもその一端を担う存在であることを感じさせてくれました。このイベントは単なるフェスティバルではなく、人々と企業がつながり、新しい発見と学びを得る貴重な場であり、これからも続いていってほしいと願います。サツドラフェス2024での体験を通じて、私たちは東和薬品が掲げる。 より良い薬を目指すというシンプルでありながら奥深いミッションに触れることができました。製薬業界は一見遠い存在のように感じられますが、実際には私たちの生活と密接に結びついています。病気になった時に頼る薬、健康を維持するためのサプリメント、そのすべてが私たちの日々の安心感を支えています。しかし、 その背後にある企業の努力や技術革新を知る機会は少ないのが現状です。サツドラフェスのようなイベントは、そのギャップを埋め、企業の活動を身近に感じさせてくれる貴重な場です。東和薬品は、患者や医療関係者にとって扱いやすい薬の提供を目指し、飲みやすさや使いやすさにこだわっています。特に高齢化社会が進む中で、高齢者や子供、 慢性的な病気を抱える人々にとって、飲みやすい薬や使いやすい包装は大きな安心材料となります。このような細かな配慮が実際の医療現場でどれほどの助けになるのか、サツドラフェスのブースを訪れたことでより一層理解が深まりました。羽生結弦選手がナレーションで語ったように、東和薬品は単なる製薬メーカーにとどまらず、 人々の生活を支える存在として進化し続けています。また、東和薬品の取り組みは薬を届けるだけにとどまりません。品質管理や物流、情報提供といった製品が手元に届くまでの全てのプロセスにおいても常に最善を追求しています。特に、物流の効率化や環境への配慮も大きな課題となる中で、 サステナビリティを考慮した取り組みが進められている点は、企業の責任感と未来への視野の広さを感じさせます。これらの取り組みは、企業としての信頼性を高めるだけでなく、私たちが安心して医薬品を利用できる環境づくりに大きく貢献しています。ブースで展示されていた内容の一つに、東和薬品の製品がどのようにして私たちの元に届くのか。 その流れが詳しく紹介されていました。研究開発から始まり、製造、品質管理、そして物流まで、細かい工程が緻密に組み合わさり、ようやく一つの薬が完成するのです。この一連の流れを見ることで、日々の健康管理に役立つ製品がどれほど多くの人々の手を経て、私たちの元に届けられているのかを実感しました。特に、 品質管理の部分では、わずかな不具合も許さない徹底したチェック体制が整えられており、その厳しさはまさに命を預かる企業としての責任感が強く現れていました。サツドラフェス2024は、私たちにとって単なるイベント以上の意味を持つ場でした。ブースでの体験や展示を通じて、企業と消費者が対話をし、互いの理解を深める機会を提供してくれました。 特に、羽生譲選手のナレーションによるブースの紹介は、多くの人々の心をつかみ、製薬業界への関心を引き出すきっかけとなりました。彼の言葉は、単なる説明を超え、東和薬品のビジョンとその情熱を伝える力を持っていました。イベント終了後、会場を後にしながら感じたのは、私たち一人一人が健康とどう向き合うべきかという問いです。 現代社会では健康に対する意識がますます高まる一方で自分の体の状態や将来のリスクを見つめる機会は少ないかもしれません。しかし、東和薬品のような企業が提供するサービスや製品は私たちにそのきっかけを与えてくれます。サツドラフェスでのセルフチェックはその良い例でした。自分の認知機能をチェックすることで今の自分を知り、 未来の健康をどう守るかを考えるヒントが得られます。